オズワルド・アルディレスはアルゼンチン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー。愛称はオジー。弁護士資格を持つことでも知られる。アルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップで優勝したアルゼンチン代表の主力としてダニエル・パサレラ、マリオ・ケンペスらと共にチームを牽引し、 地元開催のワールドカップで同国の初優勝に貢献大会最優秀 MF に選出された。1982FIFA ワールドカップでも前後試合にフル出場した。また当時の代表は AS 以外の背番号はアルファベット順につけるという慣習があったため背番号1をつけたフィールドプレイヤーとしても有名であった。1978年のワールドカップ後に リカルド・ビジャと共に、二人合わせて75万ポンドの大金で、イングランドのトッテナム・ホットスパーに移籍、トッテナムで約10シーズンプレーした。1979年ジャパンカップで来日、日本代表と対戦した。1981年には FA カップ獲得に貢献。1982年も FA カップ決勝進出に貢献。 同年、イングランドとアルゼンチンの間に、フォークランド紛争が発生したため、混乱を避けるために、フランスのパリ・サンジェルマンにレンタル移籍した。トッテナムでは1984年に UEFA カップ優勝に貢献。その後クイーンズ・パーク・レンジャーズやアメリカで短期間プレー、した後、現役を引退した。2008年トッテナムの殿堂入りを果たす。1990年、 イングランド2部のスーインドンタウンの監督に就任した。それまでのキックラッシュの攻撃スタイルを一新し、南米的なパスサッカーを試みた。一部昇格を決めたものの、クラブの不正経理の疑いで昇格は取り消された。入荷するユナイテッドの監督は1年も経たずに解雇されたが、ウエストブロムウィッチでは一部昇格を果たした。そして1993年、 混乱が続いていたフルストテナムホットスパーの監督に就任した。ドイツ代表のユルゲン・クリンスマンやルーマニア代表のゲオルゲッポ・ペスクラを獲得したが、チーム状態は良くならなかった。成績は残せなかったが、ファンに愛された監督だった。メキシコを経て、1996年には、清水エスパルスの監督として来日。 その年のナビスコカップでチーム初のタイトル獲得に貢献した。1998年は、ファーストステージでは優勝争いに加わり2位に終わる。セカンドステージでは5位に終わる。リーグ戦終了後、天皇杯を前に解任された。1999年は、クロアチアの NK ディナモ・ザグレブの監督に就任したが、1999年の夏に、 成績不振を理由に解任される。2000年には横浜 F マリノスの監督に就任し、その年の第一ステージで優勝。セカンドステージでは調子が上がらず5位に終わる。チャンピオンシップでは鹿島アントラーズに敗北。翌2001年に成績不振に陥り、また外国人選手の補強をめぐってフロントと対立し解任された。横浜 F マリノスを去った後、 ある板戸の監督に就任したが、成績不振で解任された。2002年には、羅ンクラブの監督に就任。2003年には、東京ベルギー1969の監督に就任。2004年度天皇杯で、東京 V に8年ぶりのタイトルをもたらした。しかし2005年シーズンに大量失点試合が響き、7月成績不振の責任を取って解任された。 2012年、J2FC 町田ゼルビアの監督に就任したが、2012シーズンの J2 で再開となり、JFL への降格が決定。同年11月17日、監督を解任された。ありがとうございます。